よ。変ね。確かに変じゃな。どういうことですか？こういうことだよ。何？ようこそ虫けらども。意外に遅かったな。我々は貴様らが来るのをずっと待っていたのだぞ。どういう意味よ。何、大したことではない。
我々の計画も最終段階が近づいてきたのでね。それを君たちにも披露して差し上げようかと思ったのだよ。なんだと？すでに我々はエナジーネーでの移動システムと対空中間兵器を完成させたい。さらに我々には崩壊紋章もある。近いうちに銀河系は我々の手に落ちるのだ。そんなバカな、銀河連邦が黙っているものか。残念だが銀河連邦の陽電子砲ごときではこのエナジーネーデを包むシールドに傷をつけることすらできん。それに比べて我々の汎用子砲は奴らの防御シールドを紙のように貫くことができる。何？あれは。そんな、カルナス。カルナス。僕の父さんが乗っている船だ。ちょうど手頃な的が上にあったんでな。これから軽いデモンストレーションを見せてやるぜ。なんだって？まさかお前たち。まずは出力 10% ほどでいいな。やれ。提督、セクターシータの中心にエネルギー体を確認。急激にエネルギー量が増加していきます。そんな、演習加速反応。提督、反物質砲です。何？あそこは超新星の残骸だぞ。クラス9ものエネルギー体の中に何があるというんだ。内部に何かが存在するのかもしれません。全通信回線開け。可能の限りの通信言語で有効の意思を伝えてみろ。同時に万が一に備え後部防御シールドを全開にしておけ。了解。さらに目標の演習加速反応増大中。向こうからの返答は？ダメです。依然沈黙を守っています。後部防御シールド出力最大。全員対ショック用意。シールド出力 72% に低下。ほう、意外にやるものだな。出力を上げろ。さて、それでは次は 30% で試してみるとするか。やめろ。さらに目標の演習加速反応増大中。先ほどの砲撃よりもエネルギー量が上昇しています。今度はクラス 0.4 のエネルギーです。全てのエネルギーを後部シールドに回せ。急げ。砲撃来ます。後部シールド出力 22% に低下。次は耐えられません。こちらも陽電子砲で応戦しろ。あの巨大なエネルギー体のどこを攻撃するというんですか。先ほどの2発の砲撃からコンピューターで発射地点を計算しろ。計算終了次第反撃を行う。わかりました。計算終了。座標2415-3325-1414。陽電子砲照準合わせます。よし、出て。無駄なことを。出力を上げろ。お願いだ、もうやめてくれ。さらばだ。やめろ！
どうだ、聞いたか。陽電子砲、効果が確認できません。演習加速反応、次が来ます。今度はクラス 0.7 です。なんてことだ。絶対に許さないぞ。お前たち全員殺してやる。威勢だけはいいな。頭に血が上っていては勝てる戦いも勝てんぞ。ガブリエル様、この場は私にお任せ願いたい。よかろう。ザヒケル、手加減してやれよ。何？四つのフィールドで何をこそこそとやっていたのかは知らないが、所詮我々の相手ではない。囲まれたか。上等だよ。全員まとめて叩き潰すだけさ。そう簡単に行くのかな。今すぐやってみせてあげるわよ。行くよ、みんな。実戦か。準備はいい。おう、全部超満喫。生き残ったか。まだまだいるぞ。何？準備は十分。
僕らの勝ちだな。 MVP は誰かしら。ダメじゃ、キリがない。覚悟しろ、父さんの仇だ。面白い、貴様たちの力を見せてもらおうか。手強そうね。ぼ、僕ら。まさか。オービーマリュー。かく。やってられないんだ。旋風。やだ。くない。やや、行き。オービー旋風。バカじゃん。力が入らない。話にならんな。くそ、攻撃が効いてないの。正直な話、ここまで力の差があるとは思わなかったわね。いかん、撤退しましょう。ひとまず撤退して体勢を立て直さなくては。愚かな、逃げられると思っているのか。ここは私に任せな。他のみんなは今のうちに逃げるんだよ。そんな、マリアナさん。今は引け。仕方ないんだよ。このままじゃ勝つことはできない。でも。いいから早く行きな。私がどれだけ耐えられると思ってんだよ。早く行きましょう。自らを犠牲にして仲間を逃がすか。殊勝な心がけだな。さてどうかしら。言っておくけど、負けるつもりなんてこれっぽっちもないんだからね。夕べはよく眠れましたか。確かに我々は最初の戦いでは敗北しました。防衛軍など歯が立たなかった。僕たちも勝てませんでした。しかしあなた方は善戦していた。私はそう判断しました。確かに生きているのが不思議だわ。しかし敵側には相手にされなかった。なぜだと思います？僕たちの力が未だ彼らに及ばないからじゃないんですか？確かにそうなのでしょう。しかしあなた方の力が弱いのではありません。ただそれに見合った武器がないだけです。武器ですか？はい。本来ならば使用することのない武器だったのですが、こうなったら仕方がないでしょう。それはどういうことですか？封印されている紋章兵器研究所にあなた方を連れて行きます。紋章兵器研究所？話はついてからすることにしましょうか。そしてもう一つ、私たちが不安に思っていることがあるのです。
何ですか？十賢者に奪われた紋章のことです。奪われた紋章？はい、クオドラティックスフィア。あなた方がソーサリーグローブと呼んでいたものを作り出したのもその紋章の力なのです。何なんですか、その紋章っていうのは？あれは究極の紋章、最悪最後の紋章なのです。その効果は宇宙そのものの崩壊。ネーデでは絶対に使われることのない一部のものしか知らない紋章です。そんな、宇宙の崩壊？実験者の目的は宇宙支配じゃないのか？彼らの考えていることはもはや理解できません。崩壊が目的ならばネーデに戻る必要さえないのですから。でもそんな紋章を彼らが知っているのなら、彼らを倒しても宇宙の崩壊は止められないんじゃないですか？とりあえずあなた方は十賢者を倒すことを考えてください。崩壊紋章については我々の方で解決策を考えます。わかりました。ではあなた方は一足先にアームロックに行ってください。私はもう少ししなければならないことがあるので、アームロックで落ち合うことにしましょう。やあプリシス、相変わらず元気だな、お前だけは。だって元気だよ、私は。そりゃさ、あんなバカ親父でも一応は私の親父なわけだし、心配は心配だよ。でもさ、ナールさんはなんとかなるって言ってたしさ、だったらそれを信じるしかないじゃん。私がここでうじうじしてたって、それこそどうにかなるわけじゃないんだからさ。強いんだな、プリシスは。そうかな、私はみんなのムードメーカーなんだしさ。
私だけでも元気でいないとね。無理はするなよ。無理？大丈夫だよ。私は心配なんかこれっぽっちもしていないんだからね。ほんとだよ。あんなバカ親父なんてさ、殺したって死なないだろうし、生きてたって変なもの作って人に迷惑をかけるに決まってるんだからさ、いなくなった方が良かったのかもしんないよ。クロード、なに泣きたい時には泣いてもいいんだぞ、クロード。俺の胸でよかったらいつでも貸してやるからさ。いや、恥ずかしい。耳まで真っ赤になっちゃったよ。あ、クロードも真っ赤だよ。うるさいな。俺はプリシスのことが心配だったから。ありがとう、クロード。おかげですっきりしたよ。やっぱプリシスは、そうやって笑っているのが一番だな。お前が悲しそうにしていると、こっちまで悲しくなってくるからな。いやー、クロード、それって、私に対する愛の告白？バカ。そんなんじゃないよ。ちょっと残念。まあいっか、レナがいないとフェアじゃないもんね。あ、そうだ、クロードの胸ってさ、すっごいたくましいんだね。バカ、からかうなよ。すみません、お待たせしてしまって。いえ、ナール市長はすでに封印の扉の前でお待ちです。すぐに市長のところに行ってください。封印の扉では、要件は伝えましたので。何よ、だったらその場所まで案内してくれてもいいのに。封印の扉。どうしたんだ、レオン。兄ちゃん、僕たちずいぶん遠くまで来たんだなって。
ホームシックにでもかかったのか？違うよ。ムキになるなって。僕だって少し恋しい時もあるさ。そうなの？誰だってそうじゃないのか？別に恥ずかしがることはないよ。そうか、ホームシックになるのは子供だけかと思って落ち込んじゃったよ。そうだな、大人は顔に出さないだけさ。うん、ちょっと安心したよ。来ましたか。それでは参りましょう。待ってください。封印の扉って一体何ですか？その名の通りです。ある場所を封印するために作られた扉です。ある場所を封印するため。暗証コードは限られたものしか知りません。先ほどロックを解除しておきました。さあ行きましょう。これはある場所につながっているトランスポートです。それはわかりますけど、なぜこれほど厳重に守られているんですか？行きましょう。行けばわかるはずです。わかりました。ここは、ここはどこなんですか？紋章兵器研究所跡です。研究所跡？私は先に行っていましょう。少し散歩をする気分で歩いてこられるとよろしい。レナさん。はい。いや、どうしたのかしら、ナールさん。変ですわね、ナール市長。不思議な感じのする場所だな。私、前にこの場所に来たことがあるような気がする。え？ごめんなさい、変なこと言っちゃって。でもそんなことはないわよね。とにかくナールさんの後を追っていこう。
おお、来ましたか。この部屋は？ここは全ての記録を収めた部屋です。記録？この研究所が建てられてから崩壊することになるまでの全記録がデータとなって保存されている貴重な部屋なのです。記録の間。最初からご覧になる必要はありません。最後だけ皆さんにご覧いただきたい。最後って研究所が崩壊した時の記録ですか？そうです。そこに十賢者を倒すためのヒントがあるはずなのです。私なんだか怖い。始めます。私もこの映像を見るのは初めてなのです。メーデ、紋章兵器研究所はただいまより5分後に崩壊します。外部とは完全に遮断されました。署員は速やかにシェルターに避難してください。所長、早くシェルターに逃げてください。無駄よ。あのクリエーションエネルギー装置の暴走によるエネルギーはシェルター程度では防げない。そんな。でも外は大丈夫。実験中の時空転移シールド、エタニティフィールドの二重防御によって守られる。爆発時の膨大なエネルギー量は別の空間と相転移するわ。でも我々には時間がありません。外には逃げられませんよ。分かってるわ。私たちはもう終わりよ。あなたも分かっているでしょ。それより試したいことがあるの。何ですか？私が研究中のやつよ。レナを連れてきて。お嬢さんをですか？時間がないわ、早く。あ、はい。レナ。どうしたのレナ。大丈夫よ、ママが助けてあげるからね。ですが所長、現在研究中のものは生物を入れるようには作られていません。でもこのままではこの子は死んでしまうの。ならば可能性にかけてみたいの。大人は入れないし。わかりました。ごめんね。もっと一緒にいてあげたかったのに。ごめんね。ママからの少し早い誕生日プレゼントよ。本当ならもっと綺麗な宝石をあげたかったわ。もっと大きくなってから。レナ、レナ。所長、あと1分しかありません。分かってるわ。研究データベースへのアクセスコードは3248-9976-2168-9934 BZ9F よ。でもなるべくなら使用しないでください。お願いします。これが研究所崩壊時の全記録です。あの所長さんのお嬢さんのレナって。
紋章兵器研究所所長リーマの娘レナは、私なんですね。レナ、記憶にあるというわけではありません。でも体がなんとなく覚えているんです。そうですか。この事故はいつ起こったものなんですか？お知らせするのは辛いのですが、7億年前の出来事です。7億年？爆発時のエネルギーが時空転移シールドに吸収されたことは分かりますね。レナさんが入れられた箱はあのサイズで時空間移動を可能とする装置だったのだと思います。そんな技術が7億年前に。レナさんの入った箱は時空転移シールドにエネルギーとともに飲み込まれ、破壊される瞬間に時空間移動を奇跡的に果たしたと考えるのが妥当です。そしてエクスペルに行き着いた。ええ、おそらくは。私の本当のお母さんはもういないのね。そうです、7億年前に亡くなりました。なんか実感湧かないし。大丈夫、別に。レナ、とりあえずデータベースへのアクセスコードが分かりました。これを調べてみましょう。レナ、行け、お兄ちゃん。レナはどこに行ったんだろう。レナ、ごめんね、突然飛び出しちゃって。ここね、なんとなく覚えているの。記憶にはないんだけど、風の匂いや大地の柔らかさが懐かしいの。この木はどのくらい昔からここで生きているんだろう。千年かな、それとも2000年。私は7億年も前の人間なのね。この木よりもずっとずっと昔の。そして
お母さんも。レナ。クロード、私はお母さんに愛されていたのかしら。お母さんはずっと何かの研究をしていたようだった。お母さんは私よりも研究を選んだんじゃないの。僕の母さんも結婚する前からずっと連邦の士官だったんだ。母さんは父さんと結婚して僕を産んだ。それからすぐに科学者としての道に戻ったんだ。紋章科学の権威としてね。だけど僕を放っておくことはなかった。どっちも大切で、どっちも一生懸命だった。両方を諦めることはできなかったって一回だけ話してくれたことがある。レナのお母さんもそうだったと思うよ。レナも研究も愛していたんだ。だから両方諦められなかった。それがレナのお母さんの選んだ道だったんだ。うん。無理しなくていいよ。僕だって辛い時は辛い。辛い時は我慢しなくていい。みんながいるんだから。クロード、レナ、ここはなんだかシンゴの森に似てるね。レナがシンゴの森を好きなのもきっとこの場所の思い出があったからなんだろうな。もう大丈夫かい？ねえ、ごめんね。クロードもお父さんのことで辛いのに。うん、僕は大丈夫。きっと父さんも僕が悲しむことを望んでない、そう思うから。みんなが待ってるよ。さあ、行こう。うん。そうだよね、父さん。紋章武器の研究内容はロックが施されています。アクセスコードを入力してください。 3248-9976-2168-9934-BZ9F。 アクセスコードの照会を完了しました。データチップをお受け取りください。すみません、急に飛び出したりして。いえ、私の方こそ辛いものをお見せしてしまいましたね。いいんです。確かにショックじゃないといえば嘘になりますけど、私が知りたかったことだから。そうですか。データは手に入りました。さあ、アームロックに帰りましょう。
ナールさん、さっきのデータチップの中に十賢者を倒すためのヒントはあったんですか？いえ、多分何かの設計図ではないかとは思うんですが、果たしてそれが何なのかまでは。それじゃあ。大丈夫です。この町に天才がいますからね。その人に分析を依頼すれば、それが何なのかわかるでしょう。すぐそこです。さあ、行きましょう。紹介しましょう。こちらはミラージュ博士。紹介なんてどうでもいいよ。一体何の用なの？こんなにゾロゾロ連れてきて。ミラージュ博士、あなたにこの原子ディスクの解析をしてもらいたい。どうやら武器の設計図らしいのだが。私にその武器を作れって言うのかい？市長がそんなことを言っていていいのかい？武器を作ったって実戦で使うことは禁止されてるんだよ。そのことは市長、あんたが一番よく知ってるだろ。そんなことを言っている場合じゃなくなった。十賢者は崩壊紋章すら手段につけてる。崩壊紋章？まさか。どうしたら十賢者に漏れるんだ？理由を考えている余裕はない。ミラージュ、お前の腕ならおそらく解読し完成できるだろう。ほら、これがその原子ディスクだ。市長に頼まれたって言うんなら違法にはならないだろ。さあ、私たちも奥の部屋へ。はい。こいつはすごい。確かにこの武器なら十賢者どころか小さな衛星くらい吹っ飛ばせるな。これってどれですか？見ればわかるだろ。画面に表示されてるじゃない。これってただの剣じゃないんですか？確かに見かけは普通の武器と変わらないね。だけどこれらは全て汎用子物質を使用しているんだ。汎用子？でも汎用子は一定の空間に停止させることは不可能なんじゃ。多少知識はあるようだね。だけどここに記録されている装置はそれを可能にしている。幸いなことに十賢者は紋章兵器研究所の存在も汎用子武器の存在も知りません。この武器ならば十賢者たちの開発した防御フィールドを打ち破ることができるでしょう。けど材料が足りないな。こいつにはね、反物質を空間に安定させるレアメタルが必要だね。レアメタル？レアメタルといえば、惑星ネーデ時代から移植された鉱床があるミーネ洞窟にしか存在しないぞ。
じゃあ早速取りに行きましょう。お兄さん、そう簡単にはいかないよ。どういうことですか？もともとミーネ洞窟はエナジーネーデを作るときに別の惑星から移植された洞窟なんです。その洞窟には体が鉱物でできている珍しいモンスターがいるんだ。バークって言ってね、防衛本能くらいしかなくて見た目は岩と見分けがつかない。ミーネ洞窟自体がバークでできていると言ってもいいだろう。それはつまり、簡単に言うとバーク自体がレアメタルだっていうこと。より成長して強力なバークであればあるほど純度の高いレアメタルを含んでいます。じゃあバークを倒さないとレアメタルは手に入らないんじゃない？しかもこいつはとてつもなく純度の高いレアメタルを必要としている。雑魚をいくら倒してもダメだね。より大きい成長したバークでなきゃダメだ。下手すりゃ十賢者より手強いかもしれないよ。ミーネ洞窟はどこにあるんですか？このまま何もしなかったら宇宙は十賢者たちのものになってしまうんだろう。だったらそのレアメタルって鉱石を取りに行ってみようよ。クロード。そうだよ、クロードの言う通りだよ。そうだよ、諦めるのはまだ早い。わかりました。ミーネ洞窟はアームロックを出てほぼ西の島にあります。これをあなたたちに預けておきましょう。それがあればミーネ洞窟に入ることができるでしょう。頼んだよ、あんたたち。やろうか。よし。やろうか。